ロジェクトハテナ。こんにちは、プロジェクトハテナのもう中島です。今回のプロジェクトは5月15日16日に開催される全国結露会西尾大会に出場しようとするものです。結露会というのはカンナくずの厚みをどこまで薄くすることができるか競うものです。イベントなどで皆さんの前で普通に削ったものが写真のようにペンが透けて見えるこの厚さが 0.01 ミリだそうです。大会ではもっと薄いものが要求されるわけです。そうです、私カンナは全くの素人です。そもそも参加資格がないのです。そこで大会の隣で開催される物産展に参加することにしました。木が大好きな人たちの大会に出展するのに何が良いか考えたところ、やはり木で応えるべきだと思い、今回のプロジェクトとなりました。テーマはラブウッド、とことん木に対する愛を表現しようと思います。私一人では心もとないので、もう一人のラブウッダー山吉さんとのコラボということにしました。ここで山吉さんを少し紹介させていただきます。山吉さんは若い頃培った金属表面加工の技術を定年を機に、昔からやりたかった木工加工の方に進み、現在では全国各地のアートフェスティバルに木工クラフト作家として活躍中です。山吉さんの素晴らしいところは、極小作品にもかかわらず塗装着色なしで木の魅力を 150% 引き出しているところにあります。山吉さんは作品を作るようになって老眼が治ったそうです。そのぐらい集中して作っているということです。今回は抹茶で有名な西尾ということで、野立のミニチュアを作品にしてみることにしました。木工ろくろは初めてのチャレンジです。Thank you.
材木屋の私はとりあえず工場にどれぐらいの樹種があるか集めてみることにしました。そこで材料を集めるにあたり、私なりに条件を課してみることにしました。一つ廃材であること、一つ伐採から20年以上経っていること、一つお金がかかってないこと、一つ身近な材料であること、これらのどれか条件を満たしていることとしました。そうです、これからの社会、再生可能がキーワードになることです。いやいや、プラスチック、半導体、金属などは再生されていますが、木材に関しては解体され、燃料、埋め立てとして処分されています。やはり個人個人の木に対する関心の少なさがそのようにさせているのです。例えば、以前新築した家には前に住んでいた古屋の材料をどこかに使うということがその家のシンボルであり、新たな家の歴史の始まりだったのです。木を大切に扱うことは、木に関心を持つことが初めの第一歩。余談ですが、これは食品に関しても同じことが言えると思います。これは10年間盆栽の台として使われてきたものです。ここで交換ということになったのですが、まだまだ別の使い道がありそうなので処分するのをやめました。これは茅の大木が切り倒された後残された切り株です。これは家の垣根に普通に植えてあった貝塚遊物。これは台風で避けて危険になったので、やむなく切られた400年生の杉です。幹は傷んでハスのように穴が開いています。これを欄間にすれば、また新たな木の命の始まりになるのです。これは30年以上も使われていたヒノキの風呂桶、素晴らしい政が使ってあります。それでは今からいろいろ集めてみたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。
この動画をアップする直前に知り合いの O さんから2枚の板が持ち込まれました。 O さんによれば、子供さんが35年前勉強机に使っていたものがもう用がなくなったので厚みを半分にしてほしいとのこと。使い道はこれから考えるそうですが、また新しい物語の始まり、楽しみにしています。今回集めた材料でどこまで多くの樹種が集まるか楽しみにしてください。次回は大会直前アップということで5月上旬を予定しています。お楽しみに。